サポートベクトルマシンは、ロジスティック回帰やパーセプトロンと同様に、データの分類に、分離、超平面を使います。超平面は、こちらの X とデータの式を X 軸として、Y 軸に、最大化、または最小化したい値が来る平面です。この場合、サポートベクトルマシンなので、 y はマージンの値です。マージンは帯の幅であり、ベータ分の1になっています。なので、ベータをこちらの制約で最小化する式を立てると、一つ最適化問題に持ち込めます。サポートベクトルマシンは、 分類回帰療法に使える教師あり学習のアルゴリズムです。サポートベクトルマシンはデータを帯で分離します。こちらは4つのアルゴリズムの決定教域の比較です。それぞれ分離の発想が異なっていることが特徴です。サポートベクトルマシンの特徴は データが高次元になっても対応できることです。サイキットラーンでの実装では、パラメータ C を設定します。先ほど最適化の話をしましたが、こちらは生息化の話です。ペナルティをこのように設定します。パラメータ C の値が大きいと、帯で分類した際に、 五分類が起きないように厳しくなります。なので、帯が斜めになります。逆に、パラメータ C が小さいと、五分類に関与になるので、帯が縦になります。なので、C の値によって、ソフトマージンか、ハードマージンかが決まります。サポートベクトルマシンは、 データが分離できそうな境界部分にのみ注目している点が特徴です。この特徴のために広しか性能が高く高次元のデータに対応できることが利点です。こちらは平面分離の方法を SVM と決定機とで比較したものです。どちらも最大化の手法を用いますが 決定器はエントロピー計算による情報利得を最大化しますがサポートベクトルマシンはマージンという値を最大化しますここで SVM のマージンを数式的に表現します先ほどの平面上の丸を 1× を1としますこの2つを引く際に 先ほどの決定領域上の帯を意識してください。式3を標準化するために距離を定義します。これにより、マージンが定義できました。